はい、どうも、成功法で負けない FX のりまんです。今日は2015年の12月15日、火曜日ですね。今は23時を少し回ったところです。今回は、実際のチャートを見ながらね、エントリーのチャンスが来れば、そのままエントリーしてみたいと思います。はい。先ほどね、LINE のコミュニティで、一つね、問いかけをして、させていただいたんですけども、今のね、現状のドル円の動きから、どんな風になったらね、チャンスになるだろうか、とか、どういった、風にね、チャートを見ていくといいのかなって、そんなことを、問いとしてね、提案させていただきました。確かこの付近の値動きですよね。夕方、15時ちょっと前だったかな。確かこの辺。この辺りで、今後ね、どうなったら、どうなるのかなと。どうやって見ていって、チャンスを伺っていくとね、エントリーにつながるのかなと。そんなところを、問いとしてね、一つ提案させていただきました。こうやってね、現行のチャートの中から、そんな今の動きを観察していって、どこでどうなったら、エントリーしようかとか、こうなるまでは観察しようとか、そういったね、シナリオを自分なりに作っていくっていう、この作業がね、後々の、実際のエントリーの際に、かなり有効に、考えることができるのでね。そういったところを、常日頃からね、行って、そのシナリオを作るって作業ですよね。こうなったらエントリーする。こうならなかったら、またさらに見守ると。そういったところをね、注目していくと、いち早くね、エントリーにつながるんじゃないかなと思います。はい。これ今、ドル円の4時間足のチャートを表示させてます。直近前の流れでね、こう、大きくドーンドーンと、かなり強い、売りの勢いが強まっている部分ではありますよね。はい。で、現状で、今この辺りで、こういう動きをしてます。で、これを1時間してみると、こんな感じになってますね。はい。で、上からね、こんな感じのトレンドラインが引けて、こう言って、こういう形を今作ってて、ちょうどね、この斜め線にぶつかりそうな、そんなチャートですよね。で、ここを、単純にそのダウ理論の定義で、見ていくと、こういった波、今現状でね、ここの最安値を作った、この戻り高値ですよね、この付近を上抜けてくるまでは、目線は下。こんな一つのルールがありますよね。なので、この辺りちょっと消しますけど、これを使いましょうか。この付近、この今121.2円付近ですね。今ちょうどいるあたり。ここが今現状、ドル円に関しては、重要なラインになってくるのかなと。そういった部分であります。直近の流れはね、下方向に向かっているので、買いに、このラインで、跳ね返されて、下方向に、売りの、綺麗な陰線が出たとすると、そこはね、明確なエントリーのチャンスになるのかなと、思います。それがセオリーですよね。今これ30分足を表示させてます。で、これ今ちょっとヒゲ出てますけど、このラインっていうのは、直近の流れでね、この辺の戻しだったり、この辺の、ヒゲの先だったり、現状の流れで、かなり意識されている、重要なラインですね。で、そこに、ここ今接近している、状況であります。少し前の、米国の重要指標で、ぐーんと、その近辺まで来た感じですよね。はい。で、もちろんね、今現状で、ここから、綺麗な陰線をつけて、はっきりと、下方向に方向性を見せようとすると、まだね、売り方向に狙っていけそうな場面なんですが、これよく言ってるんですけどね、この場面ですよね。直近の最安値を、
切り上げてきたこの形、特にここだけ見るとこういう形で、まあ、逆三尊のような形を作ってる、まあ、そんなチャートですよね。まあ、それを見なかったとしても今現状で、まあ、今白で表示させますけども、ここ121.2円と下側120.4円ぐらいですよね。まあ、その付近で今こういうレンジを作ってるような、まあ、そんなチャートになってます。これ今30分足表示させてますけど、まあ、移動平均線があんま横を向いていて、直近まではね、こう大きい下降を見せてきたんですけども、ここで ちょっと威力をなくして、まあ、方向性をなくすような、そういう値動きですよね。で、その、まあ、一番の理由が、この最後の、まあ、安値を更新せずに、こういう動きをしてきたという状況ですよね。ただ、まあ、これだけを見ると、まだまだ、売り方向に、力が傾いているところなので、この121.2円付近で、きれいにね、この2銭が出たとしたら、まあ、下方向に売っていきたい場面なんですけども、そのダウ色の波の転換の定義でね、その同じライン上で、今度はここをはっきりと上抜けてくる。まあ、はっきりと上抜けてくると、まあ、ここからはね、上でエントリーしたい場面ではありますよね、こんな感じで。まあ、そうすると、直前のこういうトレンドをまあブレイクして、まあ、売りの威力が加速していく、まあ、そんな場面になりそうなところですよね。まあ、さらに言うと、この波の転換部っていうのは、まあ、いつも言ってますけどね、何かぐんぐん伸びる、ヨット波動でいう第3波になり得る部分なので、まあ、こういったところをね、いち早く掴んでいくと、まあ、その後にね、まあ、利益が伸ばせそうな、まあ、そんな場面になっていきます。今現状、まあ、まだね、エントリーには早いんですけども、まあ、そういったことを踏まえて、今後、こう、観察していくと、まあ、明朝、まあ、今夜、夜半から、まあ、明朝にかけて、チャンスはあるのかなと、思います。ただね、深夜帯、今晩の深夜帯に、自由指標があるんですよね。まあ、先ほどの米国の自由指標と、これですね。カナダの総裁の講演、ボルズさんの発言っていうのが、まあ、2時前、深夜2時前にあって、こういった、まあ、金融政策だったり、そういった、ま、重要人物の発言っていうのは、まあ、かなり大きい意味を持つので、まあ、ここはやや注意ですね。まあ、この後、まあ、深夜の2時頃、まあ、仮にエントリーできるチャンスがあったとすると、まあ、そこでね、明確な動きが出てそうな場面なので、まあ、そこからついていくっていうのがいいと思います。で、まあ、今ね、下方向に少し出てますけど、これが、まあ、売りのエントリーチャンスになったとして、まあ、これはね、ぐんぐんぐん下まで伸びるのかっていうと、まあ、なかなかそういうことも言えなくて、この直近の安値ですよね。ここまで今、60ピプスぐらいありますけど、この直前の、こういった切り上げっていうのが、まあ、意味を持ってると思うので、ここからここまで、まあ無難なエントリーをするのであれば、ここから、まあ直近の安値、まあ最大で56ピプスぐらい。もちろんこの下まで、73ピプスぐらい、この120.4円付近まで、まあ可能性はあるとは思うんですけども、この、まあ、直前の流れでね、ここをまあ切り上げてきているので、まあ、こういったサポートライン、まあ、利益を伸ばすとしても、まあ、この付近まで3、40ピプスぐらいですね。そのぐらいを見越したエントリーにするのが無難だと思います。まあ、トレンドの定義だとしても、これずっと波がこう継続していって、まあ、トレンドの3点目以降ですよね。3点目以降は、やや威力をなくしていって、まあ、方向性をなくすことが多いと。で、そこからまた新たに、上か下に、方向性を見せる。まあ、そんな動きをすることが多いですよね。
これもまあ繰り返しお伝えしている通りだと思うんですけども、そういったことを踏まえると、これをね、まあ、これをまあレンジのトレードと捉えて、この121.2円付近を、で反応して、まあ、売り、エントリーしたとしても、まあ、利益を取る場所としてはね、まあ、そこから、まあ、3、2、30ピップスぐらい。まあ、狙ったとしても、まあ、貯金の安値。まあ、ちょっとここは、欲張りすぎだと思うんですけどね。まあ、この付近までに収めておくのが、ベターだと思います。はい。まあ、理由としてはね、この直近の安値を、まあ、切り上げてきたと。まあ、そういうこと。まあ、プラス、このトレンドの波、下降のトレンドの波が、ここでね、まあ、いや、方向性を流して、今、移動平均線が横向きそうな場面。で、今現状でこの121.2円っていう、まあ、重要ライン上にいるので、まあ、この動きを観察してね、まあ、次の動き出しを狙うと。で、まあ、一番利益が狙えそうな場面というのは、ここをはっきりと上抜けてきて、こういった動きを作ってきそうな場面だったらってことですね。もちろん今はどう動くかわからないので、この後のチャートを注目するところなんですけれども、仮にね、これがこう上抜けてくるとすると、まあその波の転換だったり、まあエリオット波動という第3波になり得そうな、まあトレンドの2点目になりそうな場面なので、まあそこはぐんぐん伸びそうな場面なんですよね。仮にここが上抜けてくると、次に目指すべきポイントっていうのが、この122.2円ぐらい。まあ、もしくはこの122円ぐらいのラインですね。まあ、そこまで、かなり値幅は大きくなってくる可能性が高いので、まあ、それは一つのチャンスですね。まあ、それはね、今後の値動き次第なので、まあ、どちらに行くかはまだわかんないですけども、まあ、そんな感じでね、チャートを見ていって、まあ、自分なりにシナリオを立てていくと、まあ、いざね、そういう場面になった時に、いち早くチャートについていけると思うので、日頃からね、繰り返し考えてみると、考察していくといいと思います。はい。今回の話は以上です。参考になった方だけで結構ですので、YouTube のグッドボタン押していただけると励みになります。はい。それではまた更新します。ありがとうございました。